皆さんこんにちは。今日はですね、スカーフの巻き方ということで、リボン結び、菓子のカタログにある B ですね、こちらが、今回使用するスカーフの品番が EAZ487 になります。でもいろんな結び方できるんですけども、今回は B をですね、ちょっと人体を使ってやってみたいと思います。ですね、スカーフの首またはシャツの襟にかけて片側に輪を作り、リングに通します。リングね、入ってますね、これ。まずじゃあスカーフ首にかけて輪っかを作ると。輪っかっていうのはここね、裾の折り返せばいいってことですね。でリングに通すと。輪っかを作ってリングに通す。輪っかを作って、ここの折り返しの両側結構あった方がいいのかな。そうですね、首の方にギュッてやっちゃう感じですね。はい、もうちょっと、片方ね、輪を作ってリングに通します。で同様に反対側も輪を作り、リングに通すと。リングに通すと、この輪を作って、輪を作ってリングに通すと。こうか、あ、こうですね。はいはいはい、リボンっぽくいきますんで。なかなかこれ自分の首でやんなきゃいけないんで難しいと思いますけど。あれ、まあまあできてる。リボンの形を整えますと。まあテーマがね、キュートにってことですから。で、まあできてんじゃないですか。どうですか。あと整える感じですよね。あ、意外とできたな。ん、できてるか。ほう。え、袋を入れるところを上にで、ベロンとなってる上を下にってやると、ほう。あ、こういうことですね。はい。オクラの方が重いと思いますね。これをもうちょい長くしてあげると、ふっくらしつつ、はい、っていう感じで、まあポイントは最後の整えるところですね。輪っかを作って入れてで整えるところが、まあこれはね、鏡を見てやっていただければいいと思います。なかなか簡単ですか、これって。それなりに簡単にできると思います。ぜひとも、スカーフの B ですね、リボン結び、こんな感じです。